私が来た。キャニオンカノン！本日デビューと相成りました。巨大国家人気も、おいおいメモってヒーロー志望かよ。いいね。はい、頑張ります。僕も本気で取りに行く。エレイチから、こんな、ちょっと、私、僕のせいだ。ガッチャン！もう少し、情けない！本当に情けない。プロはいつだって、エトロイトシュラーシャン、すげえ！さらに向こうへ！受験生のリスナー、入試要項通り、演習場には、先手必勝！フレッシュエルトラ！いいチームプレイができたね。でも、君と会うことは二度となさそうだ。二度とって…レシピロバット、レシエルトラ、
に向こうへ。45、敵がどんどん減ってく。スマッシュ！ペリシエルトラ！向こうへ。スマッシフルシールドラ！限られた時間と広大な市政の平和を守るための基礎能力がポイントスという形でね。進化が問われるのはこれからさ。圧倒的脅威、これをめ…転んじゃったら、縁起悪いもんね。スマッシュ！あのマドマーゼル、遊泳の屋台骨だ。おやま、自身の個性でこうも傷つくかい。このマントヤバくない？向こうへ。入学式は階段すな。ヒーローになるなら
そんな悠長な行事、出る時間ないよ。お前たちも中学の頃からやってるだろ？個性使用禁止の体力テスト。先手必勝！スマッシュ！フルシールドラ！まさに邪悪の根源よ。自然災害、大事故、そういうピンチを覆して、放課後マックで談笑したかったなら終わ、さらに向こうへ、プルスウルトラさ、全力で乗り越えてこい。みんな工夫が足りないよ。個性を使っていいってのはこういうことさ。5秒51。なんだこいつ。このままだと僕が最下位になるんだ。46メートル。個性を消した。
一芸だけじゃヒーローが務まらん。先生、動けます。こいつ、じゃあパパッと結果発表。ちなみに除籍は嘘な。君らの個性を最大限引き出す合理的競技、これにて終わりだ。教室にカリキュラムなどの書類があるから戻ったら名答しとけ。明日からもっと過酷な試験の目白押しだ。